こんにちは。スタジオアッペル心理の子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは促音と陽音についてです。促音と陽音説明したいと思います。まず促音は小さい音です。小さい音、例えばここに書いてある切符、コップなど、ちっちゃい音が入るものですね。入るものというかそのちっちゃい音ですね。逆に陽音っていうのは写真のこのちっちゃいやしゃ、しゅ、しょとか、小さいやゆよなどが、陽音って呼びます。で、今日何を説明したいかというと、音の数っていうのを子供にもインプットさせてほしいんですね。例えば、切符だったら、きつぷ、3音になります。写真の場合は、しゃで一文字ですので、あ、1音ですので、写真で3音になります。で、子供と一緒にこの音の数っていうのをですね、学ばせる場合は、ぜひ一緒に散歩をしながら、一緒に促音探してみましょうねっていう形でやってください。ポイントとすれば、ぜひ一緒に手を叩きながら、きつぷ、こつぷ、コップは3音だね、なんていう形で手を叩きながら一緒に遊ぶと、子供もね、手叩き、真似してやってくれると思いますので、単なる音遊びじゃなくて、その真似する力などもついてきますから、この促音と陽音、早めにインプットしてあげるといいと思います。ポイントは散歩しながら、ぜひやってみてください。今回は以上です。ありがとうございました。